ですかえー、ただいまより海外渡航への道しるべを開催いたします、えー、では開催にあたりグローカル推進機構植、えー、松義彦機構長からご挨拶申し上げます植松機構長よろしくお願いいたしますあはい <laughs> グローカル推進機構長の植松です、えっと、本日は海外渡航への道しるべにあのご参加いただき、えー、ありがとうございます えっと、本日ですけども、前半に、えー、保健管理センターの山本先生にご講義いただきまして、その後ですね、え情報提供等々について、え留学支援課と、ばかりと、地域科学の保冷助教科先生から、え話題提供いただくことになっております。ぜひ、この機会にですね、あの、いろんな情報収集していただいて、えこれからの、まあ、 ま,あまだコロナの状況、まあ、余談断許さないところありますけれども、あのこれからの,あの留学へのですね、あの一つのステップとしていただければと思います。あの本日は皆さんはお集まりいただきありがとうございます。また、講師の皆さん、先生方もありがとうございます。よろしくお願いいたします。では講演、えー、ににらた渡航に向けた健康管理や 山本先生よろしくお願いしますご紹介ありがとうございました保健管理センター長の山本です、えー、本日は学生の皆さんが多いと伺っておりますこれから留学をお考えの皆さんのためにお役立ちできればと思っております、えー、本日使いますパワーポイントのスライドの重要なもの はもうすぐチャットでですね URL で出てまいりますのでそこからお手元にプリントアウトしていただければと思います。それではパワーポイントを共有させていただきます。 皆さん見えてますでしょうかよろしいですかはい。えー、と、外国人の方もいらっしゃるかと思い、少し英語のスライドも用意してございますし、プリントアウトしていただけるようになっております。えー、まずですね、えー、ここにリスト、チェックリストを挙げました。これから行く先、期間、えー、その滞在間、環境、 ののの環境ですすねそれに基づいて、えー、病気の予防が必要なものもあります十分な準備をするためにはこのように頭を整理して、えー、準備を進めてください。そして、えー、具体的にですね、えー、そうすると自分の健康状態はどうか、から現地の医療状況はどうか、から必要なワクチン予防接種の準備。 海外旅行保険、それから持病があるような方、あるいは女性の方、生理痛とかですね、頭痛持ちだとかですね、時々風邪ひいたとき、お腹壊したときに飲むような薬だとかですね、そういうものを準備していただく必要がありますね。で、それの助けになる海外留学健康の手引きという冊子を保健管理センターでは作っておりますので、これを ダウンロードしていただけるように、チャットの方に URL を今お示ししますので、ダウンロードしていただければと思います。 重要な点は、ともかく行く先、あるいは大学でやることですね、ただの見学に近いような状況から、まあ、旅行者的な滞在から、ですね実際に山の中に行ってフィールドワークをするというような滞在の仕方までいろいろありますので、目的によって準備も異なってまいります。あと、詳しい予防接種のことは、後ほど整理してお示ししたいと思います。 で、チャットの方で上がりましたでしょうか、えー、この海外留学健康の手引きという冊子をですね、えー、お手元に、えー、見ながらあー、本日の話を聞いていただければと思います。で、この内容は、こんなような感じで、今お話ししたようなワクチンのチェックリストだったり、あるいは、あらら。 と固まってきましたけど、よいしょ、ちょっと時間がかかっておりますけども、すいません。 常備薬、風邪薬の準備というの具体的なことがです、ね、非常に細かく書いてあります。今日、とても40分でお話ししきれませんので、この冊子をプリントアウトして、じっくり確認しながら準備を進めていただきたいと思いますし、もう大方の準備が整った段階では、英語の健康診断証明書を保健管理センターで無料で皆さんに作りますので、そのにあにこれを見ながら、1対1で行く先、 に合わせたですね個人個人に合ったご説明もしますので必ず保健管理センターにお立ち寄りいただければと思います。で、えー、だいぶちょっとコンピュータが <laughs> えーが時間がかかるようで申し訳ないんですけれども、で、大、え、体、ー、行き先やらいろんな準備が整いましたら、 あと、コンピューターがか、ちょっと今固まりました。すいません。うんと、どうしようかな。プログラムの音を待ちますかね。えー、っと、 保健管理センターのホームページに行っていただきますと、ですね、保健管理センターのホームページからも今のこの健康、海外留学、健康の手引きをダウンロードしていただくことができます。ちょっとメモリーサイズを節約するために私、私、えー、ビデオも顔もちょっと閉じますね。 えっと、私の顔、画像をミュートにしていただいてよろしいですか。えー、ミュートにし。 はいお待たせしております、えー、っ <laughs> ダメ <laughs> えっと食だた頃えっと困ったな行ったなここできるあちょっといけるかなはい これ、えっと、保健管理センターのホームページですが、はい、ここからあの留学関連情報というところのタグから開いていただくと、留学の手引きが開いていただくことができます。ちなみに、ですね海外からの留学生への健康管理の手引きという本もありまして、これ受け入れ側の先生方の参考にもなる手引きを作っております。これもあのダウンロードしていただければと思います。さて 実際にあの、例えばですね、本学と大学間協定を結んでおります南フロリダ大学、ユニバーシティ・サウスフロリダの例をとって準備を一緒に進めていく感じで様子を見ていきたいと思います。これはトップページですね。で特に学生さん向けの画面に行ってください。 でそうするとですね、フレッシュマン、リクライメント、デッドラインズというような、こういうところですね、まあ、これから入学する人の説明のようなサイトがあります。で、これを確認しながら、 見ていくと、例えばですね、COVID-19 アウトブレイク、つまり新型コロナに関する大学としての情報なども出ていますので、まあ、どういうふうな管理状態でしているかということを見ることができます。これも、まあ、必ず確認をしてください。で、えー、この大体トップページのところにですね、まあ、大学によって多少は違いますが、例えばこのキャンパスライフというところに きますとその下にヘルスセーフティというようなところ、このヘルスですね、ヘルスでサーチをしてください。そうしますと、ステューデントヘルスサービスとか、ステューデントヘルスケアセンターとか、まあそれに似たような、いわゆる日本でいうところの保健管理センターのところにたどり着けると思います。 たどり着きましたら、そこからステューデントヘルスサービスのこういうところを開いていただくと、ステューデントヘルスクリニックはこんな風ですよとかですね、いろんな案内が出てきます。で、えー、そこの中で、ウェルカムトステューデントヘルスサービス、学生さんたちあのいろんな質問があったらここへどうぞとかですね、ニ、え、ューステューデントリクエイメント。 えっと、新入生にはこれを要求しておりますよという情報がだいたい出てきますので、これを必ず確認してくださいで。例えば、南フロリダ大学では MMR のリクアイアメントと書いてあります。何の答えらよく分かりませんが、M はミスルス、はしか。次の M はムンプス、オタフクカゼ、いわゆる自流行性自家製炎。から R、ルベラ、風疹です。この3種混合ワクチンを えー、な何でもいいからともかく30日前に打ってこいというふうに書かれています。しかし、日本人の皆さんは小さい時に2回、MR を売っていあの2回ですね、今までに2回、対外の人は打ってるはずです。母子手帳で確認してください。はしカとル、えー、風神、打ってるはずなんです。 だから、ムンプスはあ打ってない人がいるかもしれません。しかし、本学の学生は、岐阜大学の学生は、はし風疹をたふく、水ぼうそうの抗体検査を新入生の時にやっています。でその時に抗体が十分ある人は、こんな追加をしなくてもいいです。ちゃんと抗体がありますという証明を。 え英語の証明書で保険管理センターで出して差し上げれますから、えー、あのこ,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 ここに書いてある同時、あ打たなかんとかいうふうに大慌てをしないで、こういうこの何と何をやるように言われているか、あ情報を確認して、ですね事前に保険管理センターに相談に来てください。やっぱりこれ、MMR 打つんですかあ打たなくていいですよ。あなたの抗体はこうだからあ。例えばですね、M だけないって人います。オタフクだけない,いう場合はオタ 服だけ追加しましょう。というようなお話を実際にしていきます。ガッツベルクローシス結核です。日本以外のアジアの国々は結核蔓延国です。日本だけアジアで結核蔓延国じゃないので、もうアジアから行くとですね。結核蔓延国から来たみたいな。取り扱いを受けて。 例えばスキンテストというのはツベルクリン反応ですが、これを48時間から72時間、ちゃんとやれとかですね、そういうことが書いてあるのですが、日本の場合は小さい時にツベルクリン反応をやって、すでに BCG という結核の予防接種を打っていますから、ほとんどの人がこれが陽性になるわけです。で、これ、陽性だと書くと、結核にうつったことがあるじゃないかといって大騒ぎされちゃいます。 そういうことではなくて、日本人の場合はもうすでに BCG ワクチンを打っているし、だから毎年健康診断で胸のレントゲン写真を撮るので、そこで結核でないことは証明済みですということをここですね、X-ray。これをちゃんと保健管理センターで英語で書いて差し上げますから、これもなんかよくわからんけどなんかやらないかんと大慌てする必要はありません。それから、 対外、このメニンジャイティス、つまり、髄膜炎菌性髄膜炎、これをのワクチンを必ず打ってきてくださいというのが、アメリカの大学は今あ、要求されます。なぜかというと、髄膜炎菌性髄膜炎のお原因菌、髄膜炎菌というのは、 あ喉にですね、まあ、共存できる持ってる人がいて、中近東からヨーロッパの人々の喉に、まあ、いることがあるんですね。で、そういう方々が全世界からアメリカに留学して、アメリカの外国人留学生が集まる寮で、えーまあ 大量発生、例えばちょっと飲み物を回し飲みなんかしますと喉の菌ですからうつってしまう。でえ、全米で本当に多くの大学で、えー、アウトブレイクが起こりましたから、現在、入寮する場合は、えー、髄膜炎筋性髄膜炎を打っていかないと寮に入れてあげないようぐらいの勢いになっています。で、えー、髄膜炎筋性髄膜炎は日本では極めて稀なので、えー、母子手帳で打つべきワクチンの中に日本は含まれてい 皆さん方、打ってませんので、アメリカに行って、寮に入る予定がある方は、これを打っていく必要があります。向こうへ行く、まあ、大体3ヶ月前から準備をしていく必要があります。それから、ヘパタイテス B, B 型肝炎ですけれども、これはユニバーサルワクチンといいまして、今は全世界でみんなが打つべきワクチンという位置づけになっています。でですから日本でも 数年前から母子手帳の中で打つ小さい、小さい時に必ず打つワクチンになっていますが、現在の大学生さんたちはまだ打ってないということですから、えーま、できうれば打ってから行く必要があります。しかし、これは B 型肝炎というウイルスは血液の中で、血液から血液に返して移つるので、よほど血液を返、まあ、するような あ作業をしない、あるいはまあ非常に短期な滞在の場合は、リクワイアメントではなくて、リコメンド、つまりまあ推奨しますよ程度のことも多いです。いずれにしても、この B 型肝炎ワクチンは3回打たねばなりませんので、えー、現在、コロナがです、ね、3回目という話がありますが、同じように3回打ってしっかりと抗体がつくタイプのウイルスですので。 えー、十分に3ヶ月以上前から準備を始める必要があります。以上まとめますとですね、ざっくりまとめると、えー、大体アメリカ、ヨーロッパ、まあ、大体先進国の国に留学する場合は、あアしカ風神をタフく水暴走そう。 それから B 型肝炎、髄膜炎菌ワクチン、それから破傷、えっと、風、百日咳、ジフテリア、これ3種混合で小さい時に皆さん4回必ず打ってるはずですが、破傷風だけはだんだん10年経つと抵抗力が落ちてきてしまうので、t ダップの追加。 発症風だけですね、ちょっと弱いタイプの追加用ワクチンがあるんですが、これを打ってから来てくださいということが、多くの大学でリクワイアメント、まあ、要求事項に入っています。で先ほど言いましたように、ね、結核関係はしっかりと証明をすれば問題がありません。それからインフルエンザワクチンは日本でも、どこにいても毎年受けるということが推奨されています。 で、えー、大事なことはですね、はし風疹、おたふく関係、水疱瘡は近くのこの大学の近くの近隣の会業さんでも打ってもらいますけれども、えー、特殊なワクチン、髄膜炎菌ワクチンとか、追加用のさっき言いました、発症風の T ラップワクチン、えー、でその他ですね、山ん中に 実施をするような方々は狂犬病ワクチンだったり、えー、発展途上国に行く方は A 型肝炎腸チ,チフスのワクチンこれは口から口へ食中毒性に移るものですねこういうものは、えー、トラベルクリニックを専門にしている医療機関 まあ具体的に言いますと、この辺で近くですと、まあ、一番大きいところは名鉄病院ですね、えー、名古屋駅から1個手前の名鉄の佐久駅でつながっている名鉄病院に予防接種センターという大きいところがあります。でこういうもの、非常に輸入ワクチンもありますし、在庫を通常は抱えるのが大変なので、そういう専門のところでないとすぐ打てない可能性がありますから、まあ、専門医療機関で打つ必要があります。 ナイル川とか、うんあのえーとえー、南米アフリカに行く方々は、黄熱病ワクチン、イエローフィーバーのワクチンを打ってないとビザが降りない国があります。イエローフィーバーワクチンはあ検疫所でしか日本では打ってません。この辺ですと,、えー、と名古屋 セントレア、あるいは成田等で,です、ね、ネット上で予約ができますが、予約して、毎日やってませんので、週に2回ぐらいしか予約できませんから、予約をしていく必要があります。 というようなことをですね、いろいろいいろろ準備していろいろいいろろ英語でちゃんと証明して提出しろよということが大概言われます。例えば南フロリダ大学ですと、ここにこういろんなことを書いて出してください。あなたの健康状態どうだということを出してくださいということを言われますので、これも保健管理センターで書けるものは大概書きますので、無料で医療機関で書いてもらうと大変1万円かかりますので、早めにですね保健管理センターに来てください。 本学の健康診断証明書それからワクチンの履歴等も母子手帳の情報を 証明すすることができますので、きまの保険管理センターに留学が決まったら早めに来てください。ちなみに母子手帳というのは日本で作られた大変、まあ、有用なものなんですけれども母子手帳に書かれているワクチン接種状況というのは公文書として見なされてそこには嘘が書かれていないしロット番号といいましてワクチンの接種の証明ができる番号まできっちり記載されています。一度皆さんそれを見てですね。で保健管理センターに来るときは必ず母 以上、ちょっと一番大事なところをご紹介いたしました。で、えー、またちょっとコンピューターが固まりかけているのですが、えー、っとここにインシュランスと書いてありますが、えー、っと特にアメリカに行く方はですね、アメリカは医療費がめちゃ高い、大体日本の10倍。 いうことは聞かれたことあると思いますが、あのですので、必ず大学で推奨される医療保険の含んだ各種保険ですね、自己保険などもありますけれども、各種留学保険には必ず入っていってください。で、それにプラス多くのアメリカの大学は、学内でのクリニックスなどで治療はしてくれますが、そこでできないものはですね、学外、 の医療療機関にに紹介して治すすることになります、ね、その時はめちゃ高いので、えー、大学の学生全員に大学が契約している医療保険会社と契約をしなさいというふうに義務付けられている大学もあります。その場合は日本で入ってて二重になっちゃうじゃないかと思うかもしれませんが、基本的には、えー、入っておいてください。 そうしないと、学内のヘルスケアセンターも使えなくなるし、えー、万が一、万が一救急車を呼んで入院するなんていう場合には、あー大変べらぼうなお金を取られるということになりますので、十分、アメリカに行く方は注意をしておいてください。 で学内のヘルスサービス、例えばまあ日本ですと保健管理センター、皆さん方、ただだと思っていると思いますが、多くのアメリカの大学は、学内の医療サービスは有料です。これは保険に入って、大学が指定する保険に入っての有料値段ですので、入ってないと見てもらえないことすらありますので、十分にお気をつけください。 えっとちょっとだけ、まあ、あの南フロリダ大学、私も3年ちょい留学しておりましたので、こんな感じというのをちょっとお見せしたいと思います。ステューデントヘルスクリニックスですね。こんな感じですね。で、えーっとまあ、こ,こ,ここ、どんなことがあって、どんなことがあって、いう,ふうに書いてください。今あの、えーっと、ウェブ入力になってますけれども、まあ、こんなこと、問診で聞かれますよね。で、オブザベーション、えー、っと、 診察室、こんな感じ。あるいは、えっと、ちょっと休んで様子見ましょう。ベッド室ですね。まあ、うちの保健管理センターもこんな感じですね。えー、薬局があります特。中に。で、いろんな、えー、薬を実費で買うことができます。から、これ、ゴルフ場のカードと一緒ですけど、これで往診に来てくれます、まあ。とても広いので、歩いて行ったら熱、ね、いは、フロリダでは熱中症になっちゃいますので、こういうのありますね。 議題の保健管理センターは看護師さんたちが自転車で駆けつけてくれますけれども <laughs> で、診察室、こんな感じですね、これ、アメリカはちなみにあの婦人科の診察室もこういうふうで、日本みたいにここの辺にカーテンがあるということはありません。まあ、バーっと、まあまあ、なんていうか、全部、うこうおなんていうか、開放的な感じで診察されますんで、初めて婦人科に行ってこんな感じですと、ちょっとびっくりしますね。 さて、ちょっと今、またコンピューターが、ちょっと反応が悪くなってますけども、困っちゃったな。ちょっと写真が多いので、コンピューターのメモリーサイズが限界に来ているようですいません、ちょっとお待ちください。えー、それからですね、あの日本、えーと、岐阜大学でも学生相談、窓口ございますね。 えっと、アメリカでも、ステューデントヘルスサービスとか、カウンセリングサービス、あるいは、あ障害を持っている方々のために、ステューデントディスアビリティセンター、ディスアビリティ、つまり障害学生のサービスがあります。で、そちらも、 あの基本的には母国語、日本語では相談できませんけれども、いろんな悩みだったり、いろんな手続き上のことを助けてくれたり、いろんなことをしてくれますので、留学したときに何か困ったなということがあったらば、まあ、躊躇せずにご利用していただいたらと思います。えー、その場面を今 ちょっとお待ちくださいね。今、あちょっと重いので、メモリーサイズが重いので、ちょっと時間がかかっておりますけれども。えー、はい、やっときましたですね。<laughs> えっと、こんな感じです。 ウェルネスエデュケーション、まあ、幸福を目指しているような教育、それからカウンセリングセンター、こんなようなところがあります。 で、まあ一般的な大、アメリカの大学はこのように個室で相談室がダーっと並んでいます。こんなような感じの相談室ですね。えー、っと、先生たちの居室を兼ねて相談、まあ気軽に相談するっていうような感じのところが多いです。こんな感じですね。まあ先生とか親さんと一緒に相談、 することもありますがこんなイメージですねまあこれ我々がちょっと見学に行った時の感じです待ち合いがこんな感じですからぜひ躊躇せずですねいろんな学生支援設備を利用してくださいこれが学生センターです、えー、各、あのー、サークルですねの物質がこうあるようなところですねでこれがあ キャリアセンター、まあ就職関係とかそういうことも手助けしてくれるところです。これはステューデント・ディスアビリティ・サービス、さっき言いました、まあ、心や体に障害を持つ学生さん、これは拡大目の不自由な方の拡大鏡だったり、えー、別室受験の、まあ、モニターだったりというようなことがあります。 それ,がそれからここはサイコロジカルサービスセンター相談ビルディングですね。というような。まあ 日本でもありますけれども、その大学、大学でいろんなサービスがありますので、躊躇せず利用されたらと思います。その他、海外の状況をいろいろ知るサイトは、ここの示したようにありますので、ぜひサーチしてみてください。特にこの外務省の情報は重要かつ信頼が受けます。外務省に行っていただいて、こういうここのですね、海外安全というのはの、 サーチすするるとです、ねえー、見ること見こができま,すまた厚労省の方でもフォースでチェックしますといろんな情報が出てまいりますで、えーと。短期の留学をする方もいらっしゃると思いますし、えー、4週間以上の長期 をなさる方もいらっしゃると思いますが、その自分がどういう生活を送るかということもよく考えてですね、考えられうる危険を防ぐための準備ということを考えていってください。まあ、時間も限られていますので、あまり詳しくはお話しできませんけれども、ここから先のことは、あの先ほどのチャットの方に URL でお示しした資料。 にお,お配りしていますので確認していただければと思います。で、えー、感染症についてお話をちょっと絞りますと、要するに病原体をもらわないように、もらってもかからないようにする予防接種ですね、というのが2つあります。で、病原体をもらわない方法、まず口から口、食べ物でうつる病気、ここにありますよね、A 型肝炎、ポリオ、チョチフスなどは、えー、ちゃんと 加加熱熱ししたた料料理理でであれば移らないので、えー、きっちり加熱した料理を食べるとか、えー、日本は上水道の水道から大腸菌が出てこないですがそんな国は日本しかありません全世界ではアメリカといえども大腸菌は病気にならない程度なら入ってきても構わないということになっていますまあ、してやインフラが不十分な発展途上国に行きますと 上水道管がひび割れてますので地下水が入ってきます。その地下水の上の方には汲み取りトイレがひび割れているという状況があるということはいかに水道が危険かということは皆さんも想像できると思いますので水道水は十分注意をしてそれから、えー、手を 日本のように非常に神経使って清潔な状況で料理をしている環境ばかりではありませんから、えー、まあちょっと怪しげな屋台とかですね、そういうところで気軽に購入した食品は必ずしも安全ではないということを海外では考えておく必要があります。あですから、言い忘れましたが、当然のことながら A 型肝炎。 腸チ,チフスは発展途上国に行く場合はワクチンは必須であります。本学ですとインドネシア、インドの協定国に行く方々は長期に渡る場合は打っていく必要があります。それから今度は、えーまあ、飛まですね、つば、飛ぶ、まあ、つばは1メートルぐらい飛びますから、1メートル四方。 にわたってうつる可能性のある病原体が、まあ、インフルエンザだとか結核だとか、先ほどお話しした流あの髄膜炎だとか、まあ、現在は COVID-19 ですね、新型コロナなどもすべてこうですが、まあ、これはマスク、手洗い、それから1メートル近づかなきゃいいんですけれども、まあ、こういうことで防ぐことはできますが、ですからインフルエンザ、髄膜炎、菌性髄膜炎などは、えー、ワクチンを打っていく必要がありますね。 それから今度は蚊が媒介する病原体、マラリア、デング熱、日本脳炎、黄熱、イエローフィーバーなどは蚊がに刺されることによって、 その病原体を蚊が持ってた病原体をもらっちゃいますから、まずは蚊に刺されなきゃいけいわけですねで。特に夜行動する蚊が多いようですから、夜やったら外出ないとかですね、ちゃんとアフリカに行く人は蚊屋の中で寝るとかですね、蚊取り線香ちゃんと持っていくとかですね、海外用のディートと言いますけれども、日本の蚊、蚊 虫除けスプレーは比較的弱い成分になっていますが海外用の強い成分の入った海外用という虫除けスプレーを購入して持っていく必要があります。それからあここに書いてあるのが黄熱、えー、病の常在国ですからこのような国々に行く場合は例えばブラジルとかあタンザニアとかケニア などですねえー、結構、本学からも行く方の多い地域は、イエローフィーバーのワクチンを打っていく必要があります。そうでないと入国できないというところも少なくありません。まあ、それとまあ言うまでもありませんけど、性行為によってうつる病原体もありまして、えー、先ほど申し上げました、血液を介してうつる病気、B 型肝炎やら、まあ、梅毒やら、HIV やらと。 いうことですが、まあ、これはいやいや、まあ、性行為をしなきゃ映らないんですけれども、まあまあど,まあ、どうしてもという場合は、ともかく相手が病原体を持っているかどうか分からない場合は、完全に最初から最後まで、えー、コンドームも使わなければ、あ防ぐことはできませんそれから動物に噛まれることによってもらってしまうバイキング病原体もありますね、狂犬病、それから発症腐。 えー、狂犬病は犬だけではなくて小動物、ラクーンだとかコウモリだとかイタチ、タヌキ等々、小動物は持っておる可能性があり。日本 イギリス、ニュージーランドのように、海に囲まれた国はですね、ほとんど撲滅ができておりますが、それ以外の国は動物さんは国境を越えて行き来しますので、えー、残念ながら撲滅できない。隣の中国などは毎年1万人近くの方が狂犬病で亡くなるという現実があることを知っておく必要があります。ですから、やたら海外で、あ、かわいいとか言って動物を触ることはもう、 えー、極めて危険な行為ですし、えー、もしまあ獣医農学系の方々でですねそういう動物に接する可能性が海外であるならば狂犬病ワクチンを3回必ず打っていくべきですそれから破傷風というのは土壌世界中の土の中に存在するばい菌で、えー、傷口から入ってくるということですからあのー 例えば自衛隊派遣の方々とかサッカー選手さんなどはこの多風の予防接種は毎10年ごとに10年でこのワクチンだんだん弱くなってしまいますので10年ごとに打っていらっしゃいます。えー、皆さん方も例えば外でまあ例えばフィールドワークで,ですねえー比較的ちょっと土にまみれるような作業があるという方は打っていく必要があります。 えーまあ、あのいろいろお話しましたが、最も海外で想定される危険な場面というのは、動物にもし噛まれたら、に日本でまあ動物に噛まれてもまあちょっと病院行って、あのバイキン殺す薬もらってっていう感じでいいわけですが、海外で動物に噛まれた場合は、今言いましたように、狂犬病の病原体をもらったかもしれない想定がされますので。 すぐに、事前にワクチン接種を受けている方でもですね、いない方はもっともちろんですが、いる方でも、すぐにそこの近隣の医療施設に行って、免疫グロブリン、あの狂犬病のワクチンを接種する必要があります。 でこれは日本だとすぐには置いてないんです、ソースはあっちにもこっちにも置いてないんですけど、なぜならまれですから、えー、海外の場合はよく分かっています、その近隣の医療機関に行けばあ狂犬病のワクチン接種ができますので、動物に噛まれたということを黙ってないです、ね、必ず言わねばなりません。えーまあ、これはよく覚えておいていただきたいと思います。で本学はあ様々な協定校があって でえ前半でお話ししたあ、まあ、アメリカあ、ヨーロッパ等の先進国に加え、これはこの国旗でお分かりになるように、これ、バングラディシュですねえ、日本の国旗の白いところが緑という、とても親日的な国で、えー、バングラディシュからの留学生さんも、本学多いですけれども、<laughs> 学長が行ってえっオフィスが、岐阜大学のダッカオフィスがあるんですよね。 この方々は東京芸大に留学した方々だそうでもう本当に親日的なのですけれどもただあ,あまりにもですね環境には日本と結構ギャップがあるので行ったすぐは、まあ、カルチャーショックに必ず陥りますこ,うこんな感じですねタクシーは。それから あの、まあ、寮みたいなところやホテルに泊まるんですけど、ホテルは近代的な私も参りまして、えー、っとアメリカ系のホテルに泊まると、まあ、な何ら日本で泊まると変わりないんですが、その裏を見ると、その景色はこんな風なんですね。で、えー、っえっとこれは インド工科大学のガワティ校ですけれども、キャンパスの中はまあ素晴らしいイギリス元統治医療であっただけあって、まあ、イギリスの雰囲気のする、えーまあ、ドミトリーですね、えー、ですけれども、まあ、こんな感じですけれども、でこれ、これ個室なんですけれども、えーっと、お風呂はなくてシャワーだけと。 ここれこれででるんですねで私の部屋はこのシャワーのヘッドがなくてホースだけだってビーとかでしたけれども、まあ、ともかくだからなんだってことはないんですけどなんとなくそ,それでもショックなんですねでこれお湯急とここから出るんですけどこれがたまたま壊れてると水しか出ないっていうような目にあったりしてもうたくましく留学期間を過ご,せな過ごさねばなりません皆さん <laughs> そういうようなああ ある程度心の準備をしてですねからまあもし先輩が言ってたらどんなふうだった っていうふうなことを聞いてですね、これは駅クロですけれども、実験などで交換留学する人もいらっしゃると思いますが、まあ、設備的に日本と違うようなこともないですし、これはアジレントの機械が入ってて、えまあ、なんだ、なんだまあ、日本,その日本にでやってたことができるわけですけれども、まあ、突然ですね、えー、っとこのように、なんか、 えー、すごいみすぼらしいとこでお昼ご飯食べることになったりとかですね、<laughs> やっぱりなんかちょっと、えー、カルチャーショック的な感じがないことはないということになります。これが、これも、これはどこでしたっけあ、ガワティーコですね。インド工科大学のガワティーコで、まあ、スチューデントア、アカデミックアフェアズ、えっと、学務係みたいなとこですね。とてもフレンドリーな皆さんで、 カウンンセリングルームもありました、うん、こんな感じでカウンセラーの先生方というような、からキャンパスの中にチーフメディカルオフィサー、つまりまあ病院ですね、ちっちゃな病院もありましたが、これはあの家族の職員の家族の方々もみんな受診されるので、とっても混んでました。 で何が言いたいかと言いますと、まあ、発展途上国のみならずどこへでもです、ね、日本語だけで日本の環境から突然 英語だけとか、あるいはなんか、えー、の現地の言語ばっかりで、まあ、英語しか通じないというような環境に行きますと、最初は緊張してますが、ガクーンと疲れたりします。大体2ヶ月ぐらいでしょうか。すっごい疲れます。でそうすると、なんかそれでも、あもう勉強もしなきゃいけないとか、焦っちゃったりなんかするとよろしくないんですね。で、この時はもうちゃんと休んでください。無理しない。でもし、 とっても疲れきっちゃったら、もうさっさと日本に一旦帰ってきてもいいです、また行けばいいですから。 あるいは今ですと Zoom とかオンラインで日本のご両親だったりお友達だったりと日本語でえもう愚痴もこぼせますのでそういうことやってください。でもともかく疲れるのは当たり前といってその時期を乗り越えますとだんだん適応できてきます。もう何が何でも言ってすぐはもうなんかびっくりすることばっかだったり日本みたいにだいたいこうなってこうなるっていう段取りが取れるわけではないので本当に。 本当に疲れるわけですで。これは当たり前だというふうに認識して準備される必要があります。ですから、あの特にまあ私は女性なので、女性の方々、化粧品とかですね、生理用品とかですね、使い慣れたものは持っていった方がいいです。現地で買おうとすると、またそれもストレスになりますので。それからさっき言いましたように、結核ですね。これは全 世界でまだ蔓延してまして、先進国では撲滅、あのまあ、非常にまれな、日本も含めてまれですけど、例えば日本に来ていらっしゃる留学生さんが多い国、例えばベトナムは10万人当たり140人、インドネシア、もう約400、ミャンマーも400近いですね、日本は18、最近はも15ぐらいに減ってますけれども、まあ、そういう状況なんですね。 実際のところ日本生まれの結核患者さんは現在は80歳以上です。もう第二次世界大戦後大変、外地から持ち込まれた結核にかかっちゃったような方々なんですが、現在、外国生まれで日本で発症する方々は二十歳代が多いというで、この二十歳代の半分は。 留学生ですから、いかにですね、全世界に学生時代の結核の方がいらっしゃるかということが、あお分かりになると思います。えー、皆さん方は、まあ、あのー、留学して帰ってきたら必ず健康指断を受けてください。胸のレントゲン写真で確認ができますので、他大学では、 発展途上国に留学して帰ってきた後、結核を発症したという日本人学生の報告は多々ありますので侮れない病気の一つであります。最後にもう一つ脅かしておきたいと思います。えー、アメリカの場合はあお腹痛くなったと言って救急車を呼ぶとまず救急車が有料です、えー。とんでもなく高いです。それから救急車で行って、まあ、救急外来に行って。 で CT でも取ってお腹痛いから点滴して、まあ、一晩様子見ましょう、まあ、もうちょうですね、薬で散らせればいいけど手術もしますかみたいなことで1日2日入院しましたら、まあ、240万円安い方であります。で、これで日本のしっかりした保険に入っていればほぼ全額カバーしてくれますがアメリカの大学で入る保険は全部はカバーしません、そういう契約になっているはずです。 でえー、日本の保険ですと、まあ、とても重病になった場合は、その後ですね、日本に帰国するう交通費などもカバーしてくれる保険がほとんどですので、大変、えー、必要な保険ということがあお分かりになると思います。まあ、以上、大変駆け足で、まあ、時間も限られておりますので、駆け足でお話をしてまいりましたが。があと 詳しいお話はもう行き先が決まったら早速保健管理センターに来て具体的なお話をお一人お一人させていただきます。でもし留学した後ですね日本ネタで何かしゃべろうって言われることがあるんです日本のいいところでも紹介してくださいって言われた時にはぜひ日本の医療制度のすごいところ 自由が守られてみんなに平等で同じ料金ですよねどういつ24時間どこ行っても病院にちゃんと書かれることできますよねそれから3割負担でさっき言いました一晩で240万円なんていうことはない非常にリーズナブルな値段設定がしてあってその この国民健康保険は60年以上安定している世界に類を見えない素晴らしい医療制度であるということを、まあ、レポートのネタなどにしていただいたらよろしいかと思います。以上で私のお話を終わります。っとまたあの何かご質問があれば保険管理センターにおいでいただければと思います。よろしくお願いします山本先生はありがとうございました。 えっとただいまご講演いただいた内容につきまして、えー、っと質問等々ですね、えー、ある方はですね、あのー、チャットの方に書き込んでいただければと思います。送信先をホストとパネリストにしていただいて、えー、チャットの方に書き込みをしてください。えー、っと今のところはまだ、えー、っとチャットでは来てないという状態です。はい 先生、あの、えーと、感染症の話であるとか予防接種の話、それから心の準備からレポートの話まで、あの、詳細に時間短い中でいろいろと教えていただきましてありがとうございます。あの、一点質問してもよろしいでしょうか。えー、っと、狂犬病に関しての話っていうのは僕は今まであまり聞いたことがなくて非常にあの参考になったってとこなんですけど、実際にアメリカなんかだとキャンパスの中にリスが走ってたりとかなんかでもそういうの、ね、を、うん 触れる機会みたいなのがあったりするんですけど、基本的にこういう狂犬病の、えー、と心配とかそのあたりっていうのは野生動物だけに対して考えておけばいい感じでしょうか。逆に言うと、あの飼,い飼っているベッドなんかはそういう措置がもうされてるって考えるべきでしょうか。 まあ実際アメリカの都市部などでですね、はい、えと飼ってる、例えばワンちゃんを飼ってるというような家庭は、大概は予防接種を打ってると、うん、日本と同じように打ってると思いますけれども、えー、あのすぐ、 アメリカのように広大なところはちょっとちょっと車でどうですかね<あ>例えばフロリダでも10分も行けば広大なあの牛さんがワンサといる牧場に行きますのでそういう環境で完全にワクチンが打たれていってそこにちょっと隠れたタヌキさんが持ってないかどうかってなると保証の限りではないのであのまあこの。 動物に限らずですねあ,の、うん、あと何かお話もあると思いますけどもあらゆることについてその日本の安全さに、えー、慣れている頭をちょっと緊張状態に変えざるを得ないと例えば日本だとちょっとあの例えばフードコートで席を 取るののにちょっと自分の荷物を置いといたりしますけどうん、うん、海外ではな,な,なんてことをするんだって取られたらどうするんだってお注意されますよね私はアメリカにいた時も夜ちょっと実験で遅くなって暗くなってから飛ぶ飛ぶ飛ぶと車に向かって歩いてたら、えー、ユニバーシティポリス、えー、<あ>つまりユニバーシティの中にポリスがいるわけですがポリスに怒られましてこんな暗くなってお女性一人で歩いててどうすんだみたいな感じで <laughs> ちゃんとこちらでライトアップするからるそれをあのあの 早く早く車まで自分でたどり着きなさいって感じでずっと護衛をしてくれて<ー> <laughs> 乗って、えー、エンジンかけるのを確認してからポリスがこうずっと行った、うんえー、多くのアメリカの大学は、えっと、オバマ政権の後にエマージェンシーポールっていうのが立ちました青いこう棒みたいなんですけど。うん なんか危険を察知し,したら、例えば、ゆすられたとか、たかられたとか、レイプに合いそうだとかいったそのボタンを押せいうポールがあるわけですけど、結局、それを使う場面がそんなしょっちゅうあるとは思いませんけれども、ともかく緊張度高く、自分の身は自分で守らねばならないというのが世界の標準というところをまず認識する必要があると思いますどなるほど。う と今、質問の方は来てない状態でしょうか。はい。えっと、あ,あ、ごめんなさい。えー、っと、あ、すいません。えっと、一人、今、質問が、チャットの方が入りましたので、ご紹介します。えっと、海外渡航、健康の手引きを持っていないのですが、保健管理センターに行けばもらえますかということですがあ。はい、プリントアウトしたものをお渡ししますし、その他、予防接種に関するパンフレットもたくさんいろいろありますので、どうぞぜひおいでください。えただ今チャット でありますかチャットに載ってるそこの URL からプリントアウトできるそうです。ご確認ください。はいえー、ということであの、もちろん保健管理センターでも、えー、もらえるということですけれども、現在あの、チャットの方にも上がっているということですので、そちらの方も、えー、見てください。えー、っと、はいあの、確認します。ありがとうございますということです。えー、っと、他にあにご質問、よろしいでしょうか。 えとそうしましたらです、ねえーと、時間のほが来ておりますので、あの山本先生のご講演の方は、えー、ここでわりたいと思います。先生ど、はい、どうもありがとうございました。どううもありがとございましたそれでは次にですね、えー、留学事情についての説明に移らせていただきます。えー、これにつきましては、えー、主に岐阜大学の学生を対象とした説明となります。 え説明は、えー、グローカル推進機構の、えー、留学支援室、えー、留学支援係より、えー、行っていただきます。えー、留学支援係の若園さん、よろしくお願いします。はい。 今日のいかな。 お待たせいたしました。せいししま続いては、岐阜大学学務部国際事業科留学支援係の若園より、岐阜大学の留学事情についての情報提供をさせていただきます。はじめに、例年、岐阜大学では危機管理オリエンテーションと海外フェアを開催していますが、昨年度はどちらも中止になりましたので、今年度は留学再開を期待している学生への情報提供を主な目的として、今回、新たなイベントとして海外渡航への道しるべ、 を開催することになりましたでは本日のご説明は7つのテーマに分けてご説明させていただきます。まず1つ目は、岐阜大学の留学の種類です。こちらが岐阜大学が提供している留学プログラムの分類を示したものです。我々留学支援室がありますグローカル推進機構では、 数週間の研修であるサマースクールやスプリングプログラム、また長期間の海外留学として交換留学を提供しています。また、各学部等では、ジョイントディグリーやダブルディグリー、また短期派遣プログラムなどを実施しておりますので、そちらは学部の学務係の方までお尋ねください。また、インターネットや留学支援室の窓口などにありますポスターやチラシなどで、 では民間の団体が主催している一般留学などもありますのでそちらも一度目を通してみてください続いては来年の春に予定している岐阜大学のオンライン留学についてですこちらはオンラインでの英語研修を目的としたプログラムとなりますこちらは昨年度より初めてあの開催されまして来年の春で2回目の実施となります 二つのプログラムを提供しており、一つ目のグリフィス大学では来年の3月に3週間予定されています。募集は年明けよりあの行われる予定ですので、またご確認お願いします。オンラインチームズを利用したプログラムを提供しています。参加費は昨年度は13万円程度でしたが、今年についてはまだ検討中ですので、情報をお待ちください。また、 もう一つ、アルバート大学のプログラムも提供しています。こちらは、もう3月に2週間ほど予定しており、募集時期も同じくらいに行われます。こちらの参加費は昨年度は約6万円でしたが、こちらもまだ検討中であります。続いては、岐阜大学の交換留学についてご説明します。交換留学というのは、 岐阜大学の協定大学先で1学期または2学期留学するプログラムで、留学先の大学の実質授業を受講することができます。岐阜大学留学ガイドブックに載って、協定大学が載っておりますが、すべての大学が対象となるわけではありませんので、詳細は留学支援室までお尋ねください。交換留学の特徴としては、以下の3点となります。 留学先への授業料は不要です。留学期間中は、岐阜大学での授業料は免除となります。また、留学先へ取得した単位が認定される場合もありますので、所属の学務係までお尋ねください。ポイントとして、募集時期は、例年、一次募集と二次募集を行っており、このように、 一時募集については8月から9月。二次募集については6月に行われております。まず、交換留学に興味を持った方は、協定大学先の中で行きたい大学について調べてみてください。留学ガイドブックには、各大学の語学要件、成績要件なども載っておりますので、ご確認お願いします。また、語学要件では、 トーフルや IELTS を用いることが多いです。では、詳細についてお,知らせあお伝えします。英語圏の大学ですと、IELTS や TOFL を語学要件として示している場合が多いです。また、非英語圏の大学ですと、各大学のある国の言語が求められるケースが多いですので、 各ご自身が興味を持った大学の語学要件を確認し、日常的に学習を重ねることで、申請の際に語学要件を満たせずいけないということがないように意識してください。続いては、岐阜大学の奨学金制度です。今回の説明では詳細についてはお伝えいたしませんが、岐阜大学の奨学金制度は、 岐阜大学留学ガイドブック2021の端末資料に奨学金制度早見表というものがありますので各自でご確認ください詳細が知りたい方は留学支援室までお越しください続いては危機管理についてです危機管理は安全な留学生活のためさまざまなリスクを低減するために非常に大切です 留学を目指すにあたり、自分の身は自分で守るという意識を持ち、危機管理体制について知っておくことが重要です。代表的なものといたしましては、外務省のホームページの海外安全ホームページがあります。新型コロナウイルスの感染症危険レベルというものがありますので、そちらをご確認していただくと良いかと思います。 現状、岐阜大学では感染症危険レベル 2, 2、3の地域であっても9ヶ月以上の海外留学の場合は渡航を認めております。また、その他現地での生活で気をつけていただきたいことが以下の4つです。1つ目は地域や町の治安状況です。同じ町の中でも通りが違うだけで雰囲気も治安状況も異なりますのでご注意ください。 二つ目、感染症、フード病。その地域特有の感染症などがありますので、渡航の前には必ずその地域の感染症など、流行っている病気を調べていく必要があります。三つ目は麻薬です。現地で、日本とは違う環境で、気分や、紅葉し、興味本位で使用してしまうこともある、 思いますので、そのようなことがないよう注意してください。4つ目の性暴力については、後ほど地域科学部の堀江先生よりご説明していただきます。まず、海外留学に興味を持ったことは、情報を調べることが必要です。こちらが海外留学に関する岐阜大学、また外務省が発信している情報を になりますすのでこちらよりご確認をお願いしますまた、まずは家族の皆様に相談したり、いろんな身近な人に相談することも大切ですので、そのようにまずは情報を集めていってください。では、これにて私からの説明は以上になります。本日の説明でわからないことがありましたら、図書館1階のグローカル推進機構までお越しください。 では続いて、地域科学部の堀江先生より先ほどお伝えしてべた危機管理の一つ一つである性暴力についてお話しいただきますので、よろしくお願いします。はい、岐阜大学地域科学部の堀江と申します。えっ、ー、と、スライド共有されてますでしょうか。 えっと、私からは留学中に起こり得る性暴力の可能性について注意喚起のお話をさせていただきたいと思います。 本日使用していますスライドは、性能というです、ね、実際に留学中に性暴力にあった被害者たちが立ち上げた団体から了承を得てお借りしているものです。で今回、この場をお借りして、彼らの活動を紹介してです、ね、皆様の安全な留学生活のために役立てていただければと思っております。ちなみに、性能の人たちのホームページを今、チャットにアップしましたので、ご興味のある方はぜひご覧になってください。 まず最初に彼らのミッションについて簡単にご説明します。実際に被害に遭った彼女たちがですね、留学先で被害に遭った彼女たちが知っておきたかったことをですね、これから留学に行く皆さんにお伝えすることで、すべての学生が留学を思う存分、全うできる社会を目指して活動しておられます。 で彼らはですね、今回ご紹介するのは主にアンケートの実態調査なんですけれども、実態調査のほか、イベントの開催や情報発信など、いろいろ行っておりますので、またウェブサイトをご覧になってください。では、ここでは彼らの実施したアンケート結果を簡単にご紹介したいと思います。 第一に強くお伝えしておきたいのが性暴力は世界中どこでも起こっているということです。ここでは具体的な国は挙げませんけれども皆様が行かれる国のほぼすべての地域で被害事例が出ています。どこかの地域に特異的に多いというわけではなくどこでも起こりうることだということを覚えていてくださればと思います。 次に、に被被害害った時の被害者の者所属です。アンケート結果では大学3年生が最も多く次が大学2年生次が大学4年生ということでまさに留学に行かれる大学生の皆さんが被害の中心となってしまっているということがわかるかと思います。 でここからは具体的な内容に入っていきます。加害者の属性なんですけれども、残念なことに日本人からの被害というものも数多く起こっていることがアンケート結果によって分かってきました。日本人の加害者のほとんどが社会人、しかも現地駐在員や国際機関に所属しているなど、一見信頼できる大人に見える方がですね若者の弱みにつけ込む形で加害を行ってしまう場合があるということです。右上に事例を抜粋しましたので読み上げます。 A さんと知り合ったのは留学前のこと、商社で働く OB として大学に講演に来ていたことがきっかけだった。留学開始から1週間ほど経ち、食事に誘われ、そこで愛人にならないとか男、男のを知らないとダメだよといったような下品な言葉を言われて、帰り際にキスをされたと。このようにです、ね、日本人からの被害というのは、社会的立場の優位性を利用して、性的な関係を強要するというふうな特徴があるようです。 大事なことは日本人だからということで、無条件に相手を信用しすぎないことですね。また、1人の人だけに強く頼りすぎる、その人以外に頼れる人がいないという状況を作らずに、できるだけ多様な性別、多様な属性の方と、多様なつながりを持つことが大切だと思います。次は外国人からの被害の場合についてご紹介します。こちらはパーティーなどで知り合った所属不明の方からの被害が多く報告されています。 また事例を読み上げます。ハロウィンのシーズン、友達と集まってハロウィンパーティーに参加していたと。参加者の多くが酔っ払い始めて、それぞれ家に帰ることになり、信頼していた現地の友達 K の友達 A がバイクでお送り届けてくれることになった。そのまま家の方向へ向かうかと思いきや、バイクは自分の行ったことのない方向に向かい始めて、薄暗い場所で降ろされて、レイプされそうになったとか、そういう事例があります。特に楽器中は関係ないかもしれませんけれども、休暇中やパーティーの機会などにはです、ね、知らない人と多数出会う。 ことがありますすので特に注意が必要かと思いますまた外国人からの性暴力というのはアジア人に対するステレオタイプですとか文化のギャップに基づいて起こることがあります例えばアジア人女性は従順であるとかその逆に性に奔放であるとかそういったイメージを持っている人がいる場合があってですねご自身の振る舞いのせいではなくてそのようなイメージによって被害を受けてしまうという場合があります またスキンシップが多いとか性的な話題が多いといったような場合にもこれが外国の文化なんだと思って我慢しているとですねそのような行為がエスカレートしてしまう場合があります。最も大切なのは皆さん自身の気持ちですのでどのような場面であってもはっきりノーと言って構いませんしその場を立ち去ってくださっても大丈夫だということを忘れないでほしいと思います。でそのようなことに気をつけていたとしてもですねもし万が一性被害になってしまったらどうするかということです。 でまず一番最初に大事なのは被害者は100%悪くないということです。この図の真ん中に相談できる人を複数持とうとありますけれども、近しい人に相談したらですね、それはあなたが出術だったんじゃないかとか、あなたが性的に魅力的だったからそうなったんだといったような言葉をかけられてですね、余計に傷つくということがあります。このようなことをセカンドレイプというふうに言いますけれども、たとえお酒を飲んでいても、人気の少ない場所を歩いていても、それが性暴力を容認する理由には全くなりません。 また、性感染症や妊娠のリスクが起こってきてしまいますのですぐ検査、すぐ対処としてアフターピルと呼ばれる薬を薬局などで購入して飲む必要が出てきます。これは日本でも手に入れることができますので持っていっていただいてもいいと思うんですが72時間以内に服用すれば 90%, 90以上妊娠を防ぐことができる薬です。 でもこれだけでは性感染症は防げませんので婦人科にもかかる必要があります。外国で婦人科にかかるというのは非常に大きな勇気のいることだと思いますのでできればですね日本にいる間から是非婦人科をホームドクターとして持つことを性能の方々をお勧めしています。 でこのような性暴力といった場合の対処だけじゃなくてですね、日々の生理のことですとか、そういったことをぜひ気軽に相談できるような婦人科の先生を普段から持っておいて、いざとなったら国際電話をかけて、日本語で相談できるような体制があると安心かなと思います。 最後に、この性能はですね、留学生のための性暴力対策マニュアルという、栄養の裏表で印刷できるようなです、ね、資料を作っています。性能で検索すると、ウェブサイトが出てきますので、そこでぜひダウンロードしてです、ね、見ていただいて、可能であれば印刷して持っていていただければと思います、はい。安心で実りある留学生活のために役立ててもらえればと思います。以上です。 ありがとうございます。えっ、ー、と、若野さん、堀江先生、ありがとうございました。あの、お二人の、どちらのお話も非常に重要な、えー、理由は考える上で重要なお話だというふうに思いますが、えっ、ー、と、ただいまの、えっ、ー、と、ご報告につきまして、えー、質問等々ですね、えー、ある方はですね、あの、気軽に、えー、チャットの方に書き込んでいただければというふうに思いますが、えー、いかがでしょうか。よろしくお願いします。 今、チャットの方はですね、あの先ほど堀江先生からもご紹介ありましたけれども、えー、性能の、えー、ホームページですね、こちらの URL が上がっておりますので、えー、こちらの方もぜひですね、えー、ご確認いただければと思います。あ、はい、先生。はい。 なるほど。あ、なるほど。はいあ。ありがとうございます。あ、はい。わかりました。ありがとうございます。すみません。今あの 先ほどご講演いただきました山本先生からですね、あの堀江先生の、えー、とご報告の中にもあの、ホームドクターという話があったんですけれども、えー、保健管理センターの方でもですね、あの連絡していただければ、あの相談に乗っていただけるということになりますので、あの留学先って何かありましたらですね、あの 保険管理センターの方にご,、えー、ご連絡いただいて、そちらからアドバイスを得るということも可能だということです。はい。以上、ご報告します。えー、っと、あ、ごめんなさい、ちょっと、あ、アンケートですね。はい。えー、保険管理センター、えっ、ー、と、チャットの方にも今挙げていただきましたけれども、えー、オンライン相談あ。ごめんなさい、そうですね。あの、連絡はオンラインの相談も受け付けているということになりますので、えー、こちらの方もご活用いただければと思います。 えーっと、いかがでしょうか今のところ、えー、参加者の方からは特にご質問ないということなんですが、よろしいでしょうかね。あの、今のあの、お話しいただいた、あの、若野さんからも、あの、いろいろと、あの、留学のシステムですか、えー、であるとか、そういったことについて、えー、いろいろとご説明いただきましたが、また、あの、わからないこと等々ありましたら、あの、先ほどもありましたが、えー、グローカル推進機構の えー、図書館の1階ですね。こちらの方に、えっ、ー、と、気軽に、えー、質問していただければというふうに思います。よろしいでしょうか。はい。えー、っと、それでは、では、若園さん、えぇ、ー、堀先生、ありがとうございました。 とえっとですね、今あの、チャットの方にも上がっておりますけれども、えっと、本日のイベントに関しまして、アンケートを実施したいと思いますので、えー、オンラインのアンケートになっておりますので、URL を今、チャットの方に、えー、アップしております。えー、こちらからですね、えー、アクセスしていただいて、えー、アンケートのお答えいただければというふうに思います。はいえー、よろしくお願いいたします。 えとまた、今日中にですね、改めて、えー、と参加者の皆様のメールアドレスにも同じ URL をお送りしますので、えー、早めにご回答いただければ、えー、幸いです、はいえー。それではですね、今日はのは2時のからですね、えーと、こういう形でいろいろと留学に関しまして、えーと、ご説明いただいたというところでありますけれども、あのー 今年と昨年度ですね、あのコロナの影響もありまして、留学が、例えば留学中の学生さんがあの途中で帰国せざるを得ないであるとか、えー、今年度の学生さんに関しては、あのもう、 行く目処さえ立たなないいとううような状態でですねあの海外留学ということが夢であってあの大学に入学された方がなかなかそれが叶えられないという状況であったわけなんですけども、えー、現在のコロナの状況ですねまだまだあの欧州の状況なんか見てるとまだなかなかあの、えー、このまま えー、収束してくればいいんですけども、なかなかそういかないという状態がありますので、いろいろとこう、えー、世界の状況ですね、あの、見ていく必要があるんですが、一方で本日のニュースですね、皆さんご覧になったかと思うんですが、あの、オーストラリアの方がですね、あの、 オーストラリアの連邦政府が12月1日より日本人の渡航者を隔離措置なしで受け入れを再開するという発表があったということがありまして、あの、ワクチン接種が完了していることが条件ということではあるんですけども、こういうような状況、留学を考えられている皆さんにとってはですね、ちょっとありがたい、いい兆候といったことも見えてきておりますので,ですね、改めて留学ということを考えるにあたって、本日の いろんな注意事項であるとか、こういったことをですね、ぜひ参考にしていただいて、えー、ご自身の留学ですね、えー、するところ、いろいろ調べていただいて、準備というのを進めていただければいいかなというふうに思います。はいえー、それではですね、えー、これで、えー、本日のイベント、えー、海外渡航の道しるべを終了したいと思います。えー、パネリストの皆さん、ありがとうございました。では、皆さん、失礼します。